はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張りたいと思います。オフの日の朝にね、撮影することが多いですね。シーズン終盤に向けてですね、ますます厳しい中でもですね、 YouTube の方もしっかりと更新していきたいと思います。もちろん NFT の方もしっかりと着実に準備を進めているので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、今日は何をします、すると言いますと、やっぱ朝やから下が回ってない。はい、今日はですね、何を撮影しているかと言いますと、また島根佐野マジックのグッズが、ですね、DT の元に届きました。はい、ということでそちらの方を紹介していく動画になります。早速ですね、そちらの方を一つ一つ紹介していきましょう。シャイニーマジック、ということでですね、早速紹介していきたいと思います。結構ね、たくさんまた届いたんですけど、どれから、小物から紹介していこうかな。めちゃめちゃ多いぞ。この前とちょっと違う。まずは、はい、アクリルですね。うさぎ、こんな可愛い DT 見たことない。うさぎ年やからかな。はい、うさぎのアクリルキーホルダー。皆さんはこれガチャガチャなんかな、皆さん当たりましたか。いっぱいあるぞ、なんかいろいろ。おお、犬嵐がすごい興味津々。お、次はですね、はい、こちら缶バッジですね。缶バッジハート型の DT、 DT キュンレスしてるわと、こちらノーマルの缶バッジですね。おお、これは年末に撮った MVP の缶バッジですね。はい、もう一回 MVP 取れるように頑張ります。稲嵐くん今撮影中です。稲嵐くん今撮影中なんで、ちょっとやめてもらっていいですか。はい、というような状況になっておりましたが、続きましてこちら、はい、これも DT 今度シルバーの紙にしてほしいなって書いてもらうときは、宣材写真のときはね、ちょっとオレンジ赤っぽかったんで、こちらがですね、トリネケンの時のね、サードユニのからの DT ですが、レアですね。いつも大体 DT でシュート打ってるイメージなんですけど、レイアップに行ってる DT って結構レアに。はい、そしてこちら、はい、G と2人で何話してんねやろな、これ。はい、そしてこちらボール持ってる DT の、これアクリルスタンドなんで、ね、ちゃんとこのスタンドが後ろにあるんですよ。そしてこちらですね、はい、シュートブロックに行ってる DT のアクリルスタンドで、まあアクリルスタンドはこちらが、これが全部かな今のところ。あっ犬あんた、しかもそこでそれやられてもカメラ映らへんねん。ちょっと、はい、みんなに挨拶しなさい、あんた。やめて、ここにいて。はい、ということで次どれから行こうか。次はこちら、渋いな。よいしょ、 DT タオルでってでってでー。はい、 DT のタオルです。これもね、試合中に結構、見つけますね。こういう肌触りね、サラサラやん。よいしょよいしょ、いいかな。あれ、鶴巻いなくなってる。鶴、あれ。続きましてこちら T シャツ、この T シャツ。これは何をしているかと言いますと、シーズン結構最初の方にですね、ドラゴンボールのフュージョンをイメージしてですね、後藤と一緒に写真撮影をしたんですけど、そちらの
T シャツになってます。で、後藤がですね、後藤選手がね、反対側でこうやってやってる絵があって、それと多分お揃いで着てくれるとフュージョンしたみたいになるよっていう多分 T シャツです。はい、これもでも結構絵かわいいけどね、好きよこの絵のタッチ。そして、それの携帯スマホケースですね。なんでこれも後藤とこうやって並ぶ、多分こっち側にね、もう一個写真があるかもしれないですけど、並べるとフュージョンしてますというふうになります。はい、なんでぜひ2つ購入してください。先日といえばおじいちゃんたちがね見に来てて、妹夫婦も見に来てたんですけど、妹から連絡がありました。大地の入団記念祝いのグッズが半額近くで売られてるよ、カートに入ってるよ、ちなみに津山選手のはもう売り切れてないよ、みんなどうなってんの、ちょっと島根ブースターどうなってんの、入団記念って。悲しい、自分で言ってて悲しい。で、次、おお、いいし、はいはいはい、これシリーズのマグカップですね、かわいい。これでコーヒー飲もうかな、このセットでスタバ行っちゃおうかな。お皿、あー、これまたかわいいかわいい、これは何を食べるように、お皿ですね、全選手の顔が入っているお皿なんですけど、でもこんなんの真ん中に何か置かれたらみんなに見られてる感じで。そして最後こちら、ピクチャーボードって書いてあるの、ピクチャーボード、おお、はい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 、これはこれはこれ、ほら後ろはこうやって木になってるんですけど、このように、はい、ピクチャーボードこれ飾れますよって書いてますね。これはいいね、これこういうの好きよ、 DD のこれとかもね、あれピクチャーボードなんで作ってもらったり、そう、こんな感じでお部屋に飾れるボードです。あとでちゃんと飾ろう。はい、ということでですね、今回ですね、いろんな犬嵐たちがうるさいですが、いろんなですね、またグッズ、島根サロンマジックのグッズの方を紹介しました。まあ、シーズンもですね、後半、もう最終局面に、かかっているところですが、引き続き、リリー頑張ります。はい、もうユース頑張るのはまあ言わなくても当たり前なんですけど、みんな一緒に戦ってください。お願いします。初の CS ですが、多くすることなく、ビビることなく、思いっきりやっていくので、自分の仕事をしっかりと全うするので、ぜひですね、皆さん、島根そのマジックの方を応援してください。よろしくお願いします。はい、ということで、本日はこの辺にしておきましょう。See you next time! バイバーイ！会場で待ってるよ！